はい、ナオズです。今回紹介するのはレゴスターウォーズのケセルランミレニアムファルコン75212です。中には部品の袋が17、パーツは1414個です。シールシートが1枚、そして説明書が1冊入ってました。それでは早速組み立てていきます。
完成です。まずはミニフィグです。一人目は主人公のハンソロです。とても若いですね。この顔はこの表情に変えることができます。手には小型のブラスターを持ってます。二人目はチューバッカです。手にはおなじみの棒キャスターではなくてブラスターライフルみたいなものを持ってます。3人目はキーラです。重要な役回りなんでしょうね。ヒロイン役かもしれません。この顔はこの表情に変えることができます。でこの人髪がこんな感じの柔らかい樹脂素材でできてます。珍しいですね。また手には小型のブラスターを持ってます。4人目はランド・カルリジャンです。若いランドが登場するみたいですね。おなじみのキャラクターです。やっぱりマントつけてるんですね。この顔はこの表情に変えることができます。ちょっと抜けたような感じの表情ですね。手には少し長めのブラスターを持ってます。5人目はクエイトロサイトです。惑星ケッセルの犯罪組織を仕切ってる男みたいです。多分悪役でしょうね。手には小型のブラスターを持ってます。6人目はケッセルオペレーションドロイドです。名前の通り多分作業を管理するドロイドだと思います。最後は DDBD です。惑星ケッセルの鉱山で作業するドロイドです。足がこんな風になっているのでもしかするとこうやって歩くように動くのかもしれません。これだと面白いですね。そしてミレニアムファルコンです。かっこいいですよね。そしてやっぱり大きいです。全長は48センチ高さが13センチ横幅は30センチあります。以前75105のミレニアムファルコンの時も言いましたけど、やっぱりこの厚みがすごいですね。こうやって持つことができるのでボリューム感をそのまま感じることができます。ちなみに以前紹介した75105のミレニアムファルコンがこれです。いろんな色が使われてますけどベースはグレーですね。そして今回のミレニアムファルコンです。まず色が全然違いますね。こっちは白になってます。で下のこの正十六角形の部分ですけど、青いパーツを使って内側と外側にぐるっと円みたいなのができてます。また先端の部分75105では出っ張りが2つでしたけど、そこが埋まって1つになってちょっとだけ長くなってます。ここがコックピットです。キャノピーを下のパーツごとごっそりと外すことができます。中は2人乗りになってますね。なのでチューバッカとハンソロを乗せましょう。ちなみにチューバッカはこんな風に少し斜めにしないと乗せることができませんでした。もちろんこのまま閉じることが可能です。前から見ても誰が乗ってるのかちゃんとわかります。それから先端部分です。先端部分には脱出手がついてて、こうやって外すことができます。脱出手は上の部分を開けることができます。中にはスペースがあって、操縦するためのコンピューターと後ろにはエンジンですかね、ちょっとした機材がついてます。もちろんこのスペースに人を乗せることはできます。ただこの状態だと上のルーフが当たってしまって閉めることができません。なので閉めるためには寝かせる状態にしてあげる必要があります。まあ脱出手なので寝かせた状態でもおかしくはないですね。ちなみに両サイドと後ろの部分に青いクリアパーツが使われてて、エンジンのノズルの光ってる部分を再現してます。これで75105の状態に近くなりましたね。ただ先端部分は75105よりも若干短くなってます。さらに先端部分には両サイドにスプリングローディードシューターがついてます。向かって左はこの青い部分、右は白い部分を押すとこんな感じで勢いよく飛んでいきます。武器で言えばレーザーキャノンが上の部分と機体の裏側の部分についてます。上のレーザーキャノンは開けることができて、中に2人座れる銃座が入ってます。両サイドにモニターみたいなのがついてて、それっぽいですよね。座らせてみるとこんな感じですね。
でもちろん乗せた状態のまま入れることができて、そのまま閉じることが可能です。で、前の方にはアンテナがついてます。上を向いてるんですけど、これはこういうものみたいです。ちなみに角度を変えて前を向かせることも可能です。さらに後ろのエンジンノズルにはチューブが入ってて、中が光ってるのを再現してます。それでは外装パーツを開いて内部を見ていきます。この部分はさっきの脱出手を取り外しておかないと開けることができません。全部開けるとこんな感じです。床は黒になってて物は少なめです。ちなみに75105です。床はグレーですね。それから結構物があってごちゃごちゃしてます。またこの一番後ろのパーツを開けることができるのはこっちだけです。まず先頭のスペースですけど、ここにはスプリングローディドシューターの予備の弾をつけておくことができます。これは嬉しいですね。で、その隣にはおなじみのホログラムゲームのテーブルがあります。で、それを囲むように4つ椅子が並んでます。この椅子は固定されてて動きません。さらにその奥には操作盤みたいなところがあります。その前にも椅子があるんですけど、この椅子はこんな風に回転させることができます。そしてその後ろのスペースには飲み物ですかね、瓶みたいなのがあってコップも置いてあります。さらにその隣にあるこれはおそらくベッドだと思います。こうやって中に寝かせることが可能です。ただ残念ながら中ばっかは大きすぎて中に寝かせることはできませんでした。また横にはエンジンルームみたいなところがあります。これは多分ハイパードライブの機械だと思います。で、こっちはおそらく格納庫ですね。文字が書いてあるものの上に箱が載ってるので、多分何かを運んでるところだと思います。こっちにはさっきの脱出艇にあった部品です。もしかすると燃料か何かかもしれません。で、こっちの箱にはこれは多分双眼鏡だと思います。こんな感じで持たせて使うことができますね。そしてその格納庫の隣がこの船の入り口になってます。このセットのパーツ数は全部で1414個です。以上、レゴスターウォーズのケセルランミレニアムファルコン75212を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。